今の気持ちを聞かせてください。もうすごく嬉しいです。ゴールボーダーから高田ガッツポーズが上がりました。瞬間どのようにしたかですか。まあ、このメンバーで勝ったのは本当に嬉しくて、もう心の底からのガッツポーズだったです。それも熱いです。本当に嬉しいですね。富山市営開設61周年記念経理において当初の通り優秀な成績を収められました。よってこれを表彰します。平成24年8月28日富山市長国政氏、おめでとうございます。おめでとうございます。渡辺選手本当におめでとうございます。またここ国内の競輪でもその強さを、今日の決勝戦は強豪メンバーの中本当に思い通りの三田折様の長いですもん。限界でした。はい。さっきあのインタビューにちょっとおっしゃってましたけど、思った通りですね。はい。まあちょっとしゃくりましたけど、抑えに来たラインの次の次3番目のラインで粘るっていう予定だったんで、まあそれが結果浅井の打ちしゃくるようになったんですけど、まあそれで浅井も相当追い上げてそこから打ち行ったりとかして、一番前まで行ってもその後はすぐかます予定だったんで、もう展開は読み通りで、仕掛けるタイミングも武田さんがちょっと後ろを見て躊躇しながらマイペースに行く前にと思って、そこの踏み出しだけですね。もうあとはもう限界までと思って、組み立てもスタートを取って、はい、それで次の、はい、もうあれしか考えてなかったです。今回はオリンピックの悔しさをってことをどうしても取りたいと思ってます。それはないです。オリンピックの悔しさをレースにぶつけるってことは前回もそうですし、今回もないです。体調面はどうでしょう。まあ日に日に良くなりました。はい、サマーの後はまあ練習はまあそれなりにできたので、8着、6番、9着、7番、チブチッとばっかりですね。いやまあ全然、本当オールスターに向けてこのメンバーで勝てたっていうのはすごく自信にもなりますし、逆に警戒される部分も作ってしまったかなっていう。まあ逆に、まあ、またあれなんですけども、そうやって自分中心にレース動けばいいこともありますし、悪いこともあると思うんで、今回見つかった課題をしっかりと次までに時間が空くので、まあ、疲れ残さないようにしっかりやりたいです。2年前のリベンジとかそういう意識はなかった。いや2年前と今じゃ全然レベルが違うと思うんで、はい、まあ、2年前はぎっくり腰の中走ったレースだったんで、それに比べれば今はもう数段レベルも上がってると思うので、まあ、2年前 の, その悔しさをぶつけるとかそういうことはなかったです。まあ、後期も弾みになりましたね、大津は。はい。まあ、でも、ここよりももっと強烈なトラックが待っているので、そこは普段から250、インドアの250で練習している、部を生かせればいいかなというふうに思います。まあ、本当、優勝できて嬉しいです。ありがとうございました。どうもありがとうございました。